はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード RE4 ではチャプター2からですね、前回の続きやっていきたいと思います。セーブ回数が載ってたな。アシュリー・グラハムの足取りを追い訪れた集落は狂った化け物の巣窟と化していた。読めなかった。You will receive our most sacred body. It begins now. Oh, what the fuck? Hey, stop it. Hey, Yankee. Got your name? Leon. Quiet type, eh?I'm Luis Serra. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it! You move, I move. And I'm beat up enough as it is. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess you're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing señorita?Young girl, talk now. All right. See, heard chatter about moving, señorita. Moving her. Where? Who knows? But later, saw some men dragging someone to the old church. Hanging with you, not helpful. これは苦しい。あ、やっぱその酸素は必要なのかな。首の骨折ったのか。窒息っていうよりは物理的に倒した。Hey, we're not done here. Later, amigo.あ、一応鍵は捨ててくんだ。早い。Shit, they took my gear. え、装備なし。あ、全部パクられてる。金はパクられてない。肉弾戦とかないからね、別にこのゲーム。 Condor 1 to Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great.That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. Hope. I'm probably due for confession anyway. Condor One, out. なんか話してる時にうるせえなとか思わなかったのかな。ハニが。教会へ向かう。とりあえず最初の教会か。これが今どこなんだ。下に降りられる。これ降りたくないけど降りられなさそうではあった。あ、なんか、あ、キッチンナイフだけゲットした。 R2 今さらナイフ攻撃の。ステルスで暗いんだけど。懐中電灯もパクられたのかな。普通に開けられるわ。あ、ステルススキル。はい、何もキッチンナイフ重要ってこと。何もなさそうだな。どうなってる。おっ、無理でしょ。これは無理だよ。パリーしろってことか。なんかナイフの実践上。うおっ、で蹴って、
倒す。いた、ひど。でもこれ自体体力は減らないかな。パリーってあれが出るわけではないんだな。チェーンソーの時はパリーマーク出たけど、キッチンナイフ、お耐久力があるから、ね、少し余裕を持っとかないと。あいつどこまで来る？これやっぱ遅いからね。こっちにもう一回戻ってきて、後ろ向いたところをやるか。こっちまで来ないよね。そう、大体こういうのはお決まりのパターン。さあ、おとなしくしてな。パリーはね、結構ナイフの耐久度使うみたいなんで、なるべくだったらステルスで倒してはいきたい。どっち側だ？あそこになんかあるな。動かせるか？どうせ動かせないんだろう。あ、動かせる。え？あ、むしろこれこっちがいけない？あ、こっちが開かないか。なんか結構機械装置があるけど、え、あ、待って待って待って、そういうこと、あ、そういうこと、これ開いてる間に行けってことか。どこだった？最悪なんだけどふざけんな。スライディングでこれ入り込める？いけねえし、マジかよ。じゃあ気を取り直してもう一回最短ルートで行こう。開けて、でしかもここは飛び越えられることが分かった。はい、で越えて、トラバサミはもう大丈夫でしょ、バッチリじゃん。あ、なんだよ、結局もう割とすぐ。あれ、キッチンナイフ刺すとどうなの？あ、もう持てないのか。ちょっと整理しないと。これオート整理みたいなの、あ、自動整理があるわ。ありがとうございます。ハーブが2つなんだよな。でもナイフはね、欲しいからね。あ、一応全部持ってけるわ。で、ハーブじゃあ緑で組み合わせちゃうか。あ、使っちゃった、間違っちゃったもったいね。ここも鍵か。キーピック的なものがあればいいんだろうけど。え、開いた。あ、あ、それ、え、で、で、どうすんだ、結局こっちに戻ってくる。なんかいるんだけど。お、 Over here, stranger. Stranger?いいやつ。Let's do some business then, eh? 宝の地図で一攫千金。俺たちの依頼はこなしてるか。俺のスピネル。貴重なアイテムと交換できる。一番おすすめは宝の地図。俺たちの情報網で集めたお宝の隠し場所が書いてある。金に心配はない。危険な場所にもあるけど、あんたなら大丈夫。これタイプライター。ライフル。ちょっとセーブはまた後で。あ、またある。害虫駆除、ネズミ、廃工場、ネズミ3匹倒すとスピネル3つか。工場ってさっきのところでいいってこと？鍵のかかったタンス、宝石が置いてあるわ。Welcome. 武器商人との売買、まあ、金使って売買ができます。武器の改造もできます。
依頼を達成したら話しかけることでもらえるのか。青のメダリオン依頼達成。I've got something new for you, mate. 売却金アイテム売却できる。お、すげえじゃん。それいいね。金になるんだ。ベルベットクラゴン、まあ、4000だけど宝石と組み合わせろってことだもんな。これはまだちょっと取っとくか。まあこれはさすがにいらないから、じゃあ売っちゃうでしょ。で、ちょっと購入を見よう。ボルトスロア、え、これ何だっけ。ノースペース期間限定、購入するとスコープ無料。え、4000円が無料になるの超欲しい。っていうか微妙に足んねえし金が。救急スプレー5000って高くね。ケースサイズアップマジで欲しい。レシピボルト、あーボルトスロワーか。でもなー、やっぱりこれがいいよな。今売ってんのはこれだけか。あとコンバットナイフ、修理ができるのか。ちょっと高えな。耐久値アップ 1.2。 まあハンドガンもな、ショットガンもな。いやもう金が全然足らんわ。だからまあこういうの売れっていう話なんだけど、キッチンナイフがそれなりに数があるからな。いやこれ欲しいわ。ちょっとネズミ退治しよっかな。じゃあちょっとネズミ退治してきます。1匹2匹3匹完了。倒しましたぜ親父。スピネル3。ちょっとスピネルってどれ。レーザーポインター、トレード。あ、トレードすんのか。レーザーポインターハーブの黄色がある。スピネルは今7個か。宝の地図確かに欲しい。1個でできるから交換しよう。え、パニッシャー、あこれ単純に売れるな。ハーブ3つでいけるでしょ。ちょっとこっちだな。でこれもさすがに取れないから、で売って、あイエローが今持ってんのか。なるほど、7000円。これフラゴンとルビーくっつけるか。じゃあこれで組み合わせでプラスして7000。7000って変わんなくない？あ、ちょっと待ってか。こっち。2カラーボーナスかける 1.1。あ、そういうことね。いや、じゃあもうこれで売っちゃおう。Welcome. フラゴン、売ります。A deal well struck. で、ショットガン欲しいでしょ。ショットガンじゃねえや。ライフル欲しいでしょ。アタッシュケースがいっぱいです。すいません、ちょっとお待ちください。あ、でもさっきあれ1万2000円あればいいってこと。あ、これ買おう。アタッシュケースからのノースペースになってる島だ。大変だな、いろいろ。これ組み合わせちゃうか。じゃあクラフトでもうショットガンだな。もうしょうがない、もうで3つしかないから無理だな。これで開いたか。これももう組み合わせちゃうか。これとクラフトでこれでカチャってやって、でこれ買うでしょ。でスコープ、セールはこのチャプターの間だけ有効。なるほど、ただでいいぜ。超いい、いい親父だ。で4900円。いや鍛えたいな。
ライフル鍛えたいっちゃ鍛えたいよなって無理だ、なんもねえよ。装填数、装填速度、いやちょっと無理だ。まあ、とりあえずこれで行くしかない。でかっライフル。装備、ショートカット登録か。これちょっと左にしときたい、ここにしときたいよな。でスコープはもう着脱されてる、着脱する。ああこれでなってるってことね。ちょっと見てみよう。おお、これで狙えるってことか。あんまりブレないな。あ、全然ブレない。さあ、あれそっからなんだ、な、持ってないんですけど。てかさ、弾今5発しかない。そういえば5分の5、ライフルの弾とか売ってなかったよね。てかセーブしよう。ガチャガチャガチャと。まあこの印を手に入れることが、ここどこだよ。確かに上からは来ないか。通常のやつだったらこのまんま近づいて、とどめがさせないな、その後。はい、終わり。上から出てきそうなんだよね。上に登るか、逆に。ここはねマジでライフルでね始末していくのがねいいんですよね。頭をもうちょっと こんくらい OK、right. さすが OK。あ、10発最初に入ってんのか。だからし、どこだ。あとは倒せるやつは倒したい、見つかる前に。もう見える位置にはいないか。多分降りちゃうともう敵がワンサか寄ってきそうだからな。意外に少ないな。あ、なんか発見されてる声がする。あ、あそこにいるな。ちょっとスコープ上げて、ほら OK。 他わからん。まあ、いいか、行くか。見つけ次第射殺していこう。あ、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。ほら、いける。こっち側から来てんだな。あ、こっち側も来てんな。缶狙えないかな。遠かった、もったいない。ドラム缶みたいなのもよかったかな。お前あれか。はい、これはなんか変な金みたいなのが、金ってあれね、お金じゃなくて。お、怖い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 。どうなってる、ちょっと待って、敵がどうなってんだか分からん。あ、待った待った待った、ほら。ちょっとちょっとちょっと
蹴り一発で死ななくなってきた。邪魔だよって。横、これは横で大丈夫。横移動で。撃った。え、なんかめっちゃ爆発したんだけど。これちょっと黄色一回使っちゃおう。お、ちょっと上がんね。ちょっとね。で、ちょっとダイナマイトだな。めんどくさいよな。あれ、ここもしかして入ってるか。上行けんな。なんかね、マークを取るんだけど、あ、これか。クリスト入手したから、もうあといらんか。いって、あ、倒したな。くそ、蹴れるか。蹴れる。あれ、どっから戻った。そうするとこれ、あれ、マジでどっから来たっけ。ほら、いって死んだ。いや、まだ生きてる。これ使っちゃおう。もう黄色も使っちゃおう。黄色は使えるときにガンガン使ってこう。あいつ腕吹っ飛んでる、かわいそうに。金金金、いって、どっから来るね。いった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 。くそ、タイミングしちゃった。キッチンナイフどうだ。弱そう、キッチンナイフ。卵食おう。卵食って回復。このダイナマイトマジどっから来てんだ。あいつか。ほら、あいつだな、やっぱり。こっから上行けるのか。しかも開かねえし、全然開かねえわ。この中から行けってことか。救急スプレー、あ、黄色。あー、こっちに影かかってんのか。って言うてもさ、上に上がれないからね。開けてもあんまりだよな。このままこっちの上側か。あ、振りが来ちゃうとね、かわせないんだよな。蹴る。待って待って待って、 あれダイナマイトじゃね。ほら、あ、でこれ、ここ狙いって、ちょ待って、死ぬ死ぬ死ぬ。あれ捕まれたら死ぬ。もういいや。キッチンナイフすげえ減ったんだけど、これぶっ壊れてるよ、キッチンナイフ。マジでうざい。いって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 、超食らったわ。もうこいつクラフトで作って使っちゃおう。だいぶ最大値伸びたな。ただあ、どれだ、これ回せってこと。一回回せばもう大丈夫かな。で戻れってことね。なるほど、来た。ちっきしょルビー、
このまま下に降りてっていう感じか。だからお前かダイナマイト野郎は消えろ。まだダイナマイトがあんな、どっかから。あ、ガンパウダーがあったけどもうしょうがない、帰ろう、帰らせていただきます。あ、それでこっちか、なるほどなるほど、了解了解。今どうなってる、こういう感じかで、これはめ込んで、え、回転とかあるし、右回転。あ、これ下だよね、裏返す、裏返すって何。あ、そういうことね。違うな、このくらいか、このくらいで裏返せばいいんじゃね。おお、来た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 、なんかすげえシステムだなこれ、どういう機械よ。で、行けるようになるのか。ちょっとその前に浮屋さん寄っておきたいです。ルビーがなんか使えそうだから。で、これは売却専用か、これ売っちゃおう。1万7000円ボトルスロワー買えるな。ボトルスロワー、うーん、ボルト回収可能か。ちょっとナイフを消費してボルトか、なるほどね。ちょっとまあ買うだけ買ってみるか。タッシュケースがいっぱいだけど、レシピはじゃあ買っちゃおう。ボルトがどれだけのあれだ、上2マスで4マスか。ちょっと整理しよう、一旦これでやって、上2マスの4マスだからここに入るね。ここやるでしょ。で、そこからじゃクラフト、何？どうクラフトできるんだ、クラフト。ああ、多分素材のもう一つのやつが必要なのか。なるほど、了解しました。じゃあ今のところ、ちょっと待ってね、ボルトスロアはショートカットの下に、いやー、左に置いとくか。下は手榴弾系にしよう。手榴弾でしょ、先行手榴弾は。で、先行手榴弾は下の下、よし、こんな感じでいきますか。という感じで、じゃあこの先へ進めるようになりましたので、それは次回やっていきたいと思います。一旦セーブして終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。